guys! モンスタージョン TV! 始まりました、モンスタージョン TV! 元気があれば何でもできる、元気があればウルージになれる、そんなあれだわ、インガザベスとやっていきましょう。今回でございますけども、黒ひげが持っている悪魔の実の図鑑についてお話をしていきたいなと思います。これどこでゲットしたの？ワンピースの世界に、そんなものが売っている本屋さん、あるんすか？もしかしたらなんかあるのかもね。わかんないけども。でも、それもちょっとおかしな話で、そもそも悪魔の実っていうのは噂に聞く程度の代物ですよ。そんなもの本当にあるんですかっていうレベルなんだよね。で、さらにそれをまとめた本ですよ。それっていうのは普通に考えて、まあ、流通しないよね。ただ一般の人が知らないし、噂程度に知っているレベルってなってくると、この本の存在っていうのは一部の人間しか持っていないって考えるのが正解なんですよ。そこら辺に関してはドンクリークの発言を考えても、まあ、もろもろのね、イーストブルーの皆々様の発言を考えても、そういう風に考えることができるんだけども、だけども黒ひげはこの本を持っていた。で、他にもこの本を持っている人物がいたんですね。それがジェルマ王国でございます。ジェルマ王国はこれを持っていた。だからこそサンジ君はそれを読んでいるんだよね。子供の頃に彼は悪魔の実の図鑑を見ている。そこでスケベ心に火がついた。わかる、すごくわかる。俺も多分ね、バーって見てて、スケスケのみんなで見たら、これやべえな、欲しいなってこうなってくると思うんだよね。男性陣は誰もがなると思う。いや、わかんない、これワンチャン女性陣の方だもんね。スケスケ欲しくないですか？俺は欲しいです。はい、ということでね、そういう風にごく一部の人たちが持っている悪魔の実の図鑑、これは一体どこでね、こう黒ひげがゲットしていったのかっていう話で、で、これコメントをいただいたんでね、そのコメントに基づいてお話をしていきたいなと思います。100万人登録者になったら YouTuber になる男っていうね、もう100万人になってから YouTuber になるっていうね、もうすごいですね。ということで、そういえば黒ひげが持っている悪魔の実の図鑑ってどこから手に入れたんですかっていうね。まあだから今言ったみたいにジャッジたちがね持ってるわけですよ。ジェルマ王国。そしてよくよく考えたら黒ひげって何なのって言ったら、まあ白ひげ海賊団の全員としてクルカブとしているわけでございます。まあだから白ひげ海賊団って海賊界ではどういった海賊なのって言ったら、もうすごい海賊だよね。もうトップオブトップだよね。そんな船にある悪魔の実の図鑑、船にあるものなのか彼個人が保有しているものなのか、いずれにしてもすごい話だよね。それがどういう風に回ってきたのかっていうね。で、仮に白ひげ海賊団で回ってきたものであれば、白ひげ海賊団だからこそっていう風になってくるし、もっと前から持っているものであれば、なおさらどこでゲットしたのって話になってくる。でもごく一部にしか渡ってないことを考えていくと、通常では発行されていないもので、さらにジェルマ王国がそれを保有しているっていう風に考えると、特別な人たちのみが持つものである、なんならば政府関係者が持っているものであるっていう風に考えるのも一つだよね。で、俺の中で一個考えるのがルイ・アーノート。ルイ・アーノートっていうこの人物がすごく気になるわけでございまして、で、それに関してはリドル・ガーデンのね、名前を名付けたあの男でございますね。彼が出版をしている書物の一つの中にこの悪魔の実の図鑑があるのだとすれば、ちょっとぽいよね。まあ、あと考え方によっては世系とかね、モルガンズなのかなみたいな。でも、モルガンズって、年齢いくつって話だったりとか、まぁ、ちょっと複雑だよね。彼に関しては複雑。で、いつからこれ発行されてるのっていうことを考えていくと、まぁ、モルガンズって断定していくのもだいぶ違う。まぁ、黒ひげがね、前々から持っているって考えると、っていう話だったりとか。でも悪魔の実っていうのは、そのロジャーさん時代、もっとだから階層で、バギーだよ、バギーが食ったじゃん、バラバラの実。で、そのタイミングでも、まあ、最初余興でやろうとして、で、食ったふりして食わなかったじゃん。で、その時は、そんなもんあるのか、噂にしか聞かねえぞってロジャー海賊団たちが、まあ、当時言ってたんですよ。その時点でも噂程度だったっていう風に考えていくと、まあ、この本に関しては考え方によってだけど、前々からあるとも考えられるし。でも、10年ほど前っていう風に考えることもできる。そうなると、サンジ君の年齢的にも合うんだよね。あそこにあったっていうことも、まあ理解はできる。まあそこにサンジ君が子供の頃にあったからといって、その時代に発行されたって考えるのはずれてるけどね。でもそうだとすれば、そこら辺だとすれば、まだその世間に悪魔の実があんまり知られてないってことも考えていくと、まあまあまあ
ここ10年20年でこう広まっていったって考えるのが正解で、でそれを広めていった一つのきっかけにもなるのが、その情報をまとめている悪魔の実の図鑑っていう風になっていく。じゃあそれを発行しているのはどこなのって言ったら、情報がいっぱい集まってくるところ、石英だよね。モルガンズがそれを発行している。ありえるよね。だし逆にこのルイ・アーノートはまあ秘密が多いからこそ、なんか彼が意外とね発行してたりすんのかなっていう、なんか夢を見たい自分もいる。で俺の中ではルイ・アーノートイコールベガパンクって考えてるところもあって、イコールそれって年齢いくつだよって話になってくるんだけども、まあなんか俺はそこら辺はねロマンがあっていいなと思ってね、繋がるんじゃないかって考えてるね。でそれに関してはあの別の動画でもう出してるんで、多分ルイ・アーノートベガパンクインカザラシで検索すれば出てくるんで、チェックしてもらえたらなと思いますけどもね、そのどっちかが発行してるんじゃないのか、それが回り回って黒ひげの元に行ったんじゃないのかなんていう風に考えますけどもね、皆さんはいかがでしょうか。ぜひとも皆さんの思うところをコメントくれたらなと思います。そして続いてのコメントでございます。続いてのコメントはユ・ジョンヨンさんからのコメントでございます。闇と光、闇々は能力無効化、キザルは能力に頼ってる。これはキザルが黒ひげにやられる伏線じゃないんでしょうか。考察お願いします。ありえるありえますね。なんかねやっぱ俺の中ではキザルさんはあの前々から言ってるけど、やられそうなんですよ本当に。なんならやられほしい。あの好きだよ、すごく好きなキャラクターなんだけど、キザルさんをやるぐらいの人物が出てくると一気になんかこう底上げって感じするじゃないですか。だからなんかすげえあの申し訳ないんですけど、まあそろそろね行くよいみたいなあの世みたいな感じで俺はやられてもいいんじゃねえのかと思うけどね。まあわかんない、そこまであの世に行かなくてもいいんですけど、なんか前々からワノ国に彼が来てカイドウにしばかれるんじゃねえかとか黒ひげにしばかれるんじゃねえかみたいなバーンとやるんじゃないかと思っちゃうんだけど、あの白ひげの皆さんの能力でね。でもやっぱりこれですよ、もう前もちょっと言ったんだけど黒ひげ最強説ね、吸い込んでからのエース君にやったじゃん。エース君にこれやってからのババチョッガーってなってたよ、エース君。今、内部破壊の、もう思いっきりね、おやすさんの能力、パーンあるわけですよ。グラグラね、グラグラ。グラグラ、パーングララが立った、パーンそういう感じ。グー、もう光、ピューあーってなって、うーんあーって感じ。はい、祇園祭りです。これが、噂に名高い、祇園祭りですか。日本来てよかった。違うか。ということでね、そういうことです。あり得ると思います。あり得ると思うし、うん、カイドウがやるより黒ひげがやる方がっぽいですね。今の状況的に、ワノ国に来んのかな、キザルさん。そこに咲く兵力はないって赤井野さん言ってるんで、そうなると、違うところに兵力をやる。どこにあるの、渋海。だったりとか、今何かを海軍が狙っている、狙っている、それを先に俺らが持っていくぜって言っているヒゲブタ、そこに当てられるキザルさん、クローズワンチャンマンということですね。コメントいきましょう。続いてはテルさんからのコメントでございます。グレーのテルさんかっこいいよね、俺大好きなんですよ。サバイバルめちゃくちゃいい曲だよね、誘惑すごくいい曲だよね。時に愛は二人を試してる Because I love you、 キーワードに視線を振り切って、大好きでございます。ということでコメントいきましょう。こっちのテルさんかな。いきましょう。ゾロが他の人の技を盗めるなら、ミホークやその他の強い人の技も盗んでるはず。ミホークの技あまり公開されてないけど、えぐい飛ぶ斬撃かましそうということでね、これありえるんじゃないですかね。十分にマジでね、あの飛ぶ斬撃のえぐいものはまあ一つとして、やっぱねミホークってあんまりいろんな技っていうのを描かれていないんですよ。だからこその意外とまあその修行でいろんな対戦をしている、ミホークと戦っているっていう風になると、ミホークがそこだけで見せた技とかを体得してそれを使っていくみたいな、そんな場面があるのかもしれない。で回想でミホークが使っているとかっていうのもあり得るし、あとは回想でねなんかミホークの新技を紹介していくっていうのは俺はちょっとね違うなと思ってて、今の渋海打法の流れがあるから、そこでいや俺強いよパーンって
ていうのをぶつかましてくれる。結局お前横にするだけかいみたいな今表現になってたんだけど、そういった感じでそこで技を見せてくれる。でそれを実はゾロ先輩がもうやり合っていて盗んでますってなると最高だよね。そんな展開にすごくね期待しちゃいます。はい、皆さん思うところぜひともコメント欄に書いてくれたらなと思います。ということで今回はこの辺で終了していきましょう。最後になります。グッドボタン、チャンネル登録ボタン、そして通知ボタン、お忘れなくでございます。 OK ですか？とサブチャンネル、こちらも登録よろしくお願いいたします。 OK ですか？それではじゃんけんタイムいきましょう。最初はグー、インガザーラ、シットウェッパーでした。また次回お会いしましょう。 See you next time!